ベネツィアの刑務警察艇監獄船とは、監獄として利用されている船舶のこと。受刑者を流刑地へ護送するためにも使われる。監獄船は、流刑のために植民地に囚人を送る船が元になっている。しかし、アメリカが独立して、イギリスが流刑先を失うと囚人を乗せた船が、出港できないで、囚人を乗せたまま港に係留されっぱなしとなった。 そこで、イギリス政府は1776年6月に、次元立法として、監獄戦法を制定思考に係留されたままの、ジャスティシア号という公益戦を2年間の期間限定で監獄として使用したことに始まる。しかし、2年を過ぎても流刑先は見つからず、増え続ける犯罪者を収容するために、監獄戦の数は増え続け、次元立法であった、監獄戦法は、 実際には1858年まで存続し、韓国船の法的根拠となっていた。作家のチャールズ・ F ・キャンベルによれば40隻のイギリス海軍艦艇が韓国に転用されたという。これらは、ジブラルタル、バミューダ、アンティグア、ブルックリン沖のウォーラバートアン、本国では、シェアネス、ウリッジ、ボーツマス、チャタム、デッドフォード、プリマスの各港などに設置されていた。 他に私、企業も、流刑のための監獄船を所持、運用していた。監獄船は、フランス革命戦争やナポレオン戦争の捕虜を収容するためにも利用されていた。典型的なイギリスの監獄船のベレロフォンは、トラファルガー海戦の後、第一戦から退き、シェアネスに係留された。ベレロフォンには、通常480人ほどの囚人が悲惨な。 状況で収監されていた。他にディスカバリーやウォーリアーなども監獄船となっていた。アメリカ独立戦争では、アメリカ側戦死者より多くの死者をイギリスの監獄船は出した。ニューヨーク市の公園とレクリエーション課によれば、1万1500人が過密さ、水の汚染、飢え、そして病気のために戦場で死に、死体は迅速に沿岸に埋葬されたという。 フォートグリーン公園には、慰霊碑が建造されている。これらの監獄船の代表例として、ジャージーが挙げられる。ホバートの監獄船サクセスニューサウスウェールズでは、監獄船は、少年共生施設としても利用されていた。バーノンとソブラオンの2隻が、シドニー湾に漂白していたが、後者は公式には公開練習船とされている。 これらの指揮官だったフレデリック・ナイテンスタインは、この制度について、規律監視、肉体訓練、そして、階級制度と表彰。彼は新たに来た少年たちの道徳心を奮い起こすことを狙っていた。習慣者は、最初最低の階級に置かれ、重労働と復従を通じて少しずつ限られた権利を手にしていくのだ。と述べている。 1788年からオーストラリアが新たな流刑地としてイギリスの囚人たちを受け入れ始めると監獄船は減り始めた囚人がオーストラリアに流刑にされる中で戦争による外国人捕虜の捕虜収容所として監獄船は使用され続けた当時の捕虜の多くはフランス人であり監獄船は多くのフランス兵の命を奪いフランス軍に イギリスに対する敵外心を植え付けた。1858年に正式に廃止され、最後の監獄船が焼却処分され、その歴史に幕を閉じた。メイドストーンは1970年代に北アイルランドでゲリラや真理を経ずに交流した活動家を収容するために使用されていた。シンフェイントの現当主ジェリー・アダムスも1972年に メイドストーンに収監されたが、彼は和平階段のために解放された。チリ海軍の練習班戦エスメラルダは、1973年のチリクーデター愛護、ピモチェト政権下で、監獄戦、拷問室として機能した。その後、1975年の沖縄国際海洋博覧会のため日本に寄港した際、際講義として、日本人活動家から、 火炎瓶の投敵を受けている。1997年にイギリス政府は新たな監獄船ウェアを監獄不足を緩和するための一時的手段として建造した。ウェアはドーセット州ポートランドの使われていなかったドックに設置されている。 2005年3月9日に政府はウェアを閉鎖することを発表し新たに800名収容監獄船を供給する企業を募集している。2008年6月にはガーディアン氏がアメリカ政府が対テロ戦争で拘束したテロリストを監獄船に収監していると捕虜の主張に基づいて報じた。衛生観念の全くない時代であり監獄はどこも不潔で 韓国船の中では発信チフス皮膚病、解決病、結核、赤痢、これらなど、あらゆる病気が蔓延していた。当時は、一般の船舶でも、航海の途中で船員がこれらの病気で死亡する。確率は、非常に高く10人に1人は死ぬのが普通だったが、韓国船は飛び抜けてひどかった。ジャスティシア号では、経流されてから次元法の期限が来た2年後には、 囚人362人中176人が病死していたほどであり、後の監獄戦でも死亡率は異常に高く、10年を超える懲役で生きて出られる確率はゼロに近かったとさえ言われている。地中海では犯罪者や法令をガレーの小ぎ手とする刑罰が19世紀まで存在していた。ありがとうございます。